この動画は暴走向けのストーリー考察動画となります。ご了承の上でご視聴いただければと思います。今回はモダンホライゾン3に収録されたあるカードについて、今後の MTG のストーリー展開や発売予定のカードセットへの伏線になっているのではないかという私の仮説をお話しします。そのカードというのがこちら、霊気紛争です。モダホラ系セットではおなじみの、過去に発売された MTG のカードセットの名前がそのままカード名になっているカードの第3弾ですね。こちらのカードがモダン以下でどう使われるかについては、先日出した動画で考察させていただいていますので、そちらをご覧いただければと思います。この動画ではゲームとは無関係な部分についてお話しさせていただきます。さて、この霊気紛争が今後の MTG のストーリー展開やカードセットへの伏線となっているのではないかという私による仮説についてなのですが、過去に発売されたモダンホライゾン、モダンホライゾン2に収録のカード名を名前に関するカードについては、後になってから思い返すと後のストーリー展開やセットを暗示するような内容であることが多いのです。例えば2019年に発売されたモダンホライゾンに収録のミラディン包囲戦については、2011年発売のカードセットミラディン包囲戦から名前が取られたカードであり、そのミラディン包囲戦は悪の勢力ファイレクシアがミラディン次元を侵略する様を描いたセットでした。そしてモダンホライゾンにミラディン包囲戦というカードが収録されてから2年後に発売されたカードセットである2021年のカルドハイムでは、10年間ストーリーの表舞台から消えていたファイレクシアがストーリーに再登場し、その後2023年の機械兵団の新聞までのストーリーでストーリー上の大敵として活躍し続けました。もしかするとモダンホライゾンでミラディン包囲戦というカードを収録したのは、 MTG プレイヤーにファイレクシアの存在を思い出させ、今後のファイレクシア再登場をほのめかしていたのではないでしょうか。さらに2021年発売のモダンホライゾン2に収録されたウルザの物語については、英語名はウルザズサーガ、つまり1998年に発売のセットウルザズサーガから名前が取られたカードであり、そのウルザズサーガは当時の MTG の主人公的存在だったウルザとその弟ミシュラが争い、ドミナリア次元に破滅的な荒廃をもたらした戦争、兄弟戦争について語られているカードセットでした。そしてそんなウルザの物語の登場から1年後、ウルザズサーガと同じく兄弟戦争を描いたセットでウルザやミシュラなどの人物もカードとして登場する、その名も兄弟戦争というカードセットが発売されており、やはりこちらもウルザの物語は兄弟戦争発売への伏線だったのではと感じるのです。以上、過去に登場した過去のカードセット名を冠したカード2枚が今後のストーリーやセットへの伏線になっているという私の仮説が、もし正しければ今回新登場した霊気紛争についても今後への伏線なのではないでしょうか。2017年発売のセット霊気紛争はインドをモチーフとした次元カラデシュを舞台としたカードセットで、カラデシュ次元の行政組織にしてカラデシュ市民を監視しつつ圧政を敷く領事府と、チャンドララ MTG の主人公たちが力を貸す領事府に立ち向かうカラデシュ民のレジスタンス改革派の戦いを描いておりました。これらを踏まえた上で霊気紛争というカードが本当に今後への伏線になっているのだとしたら、一番ありえそうなのはやっぱり今後発売のカードセットでのカラデシュ次元への再訪でしょうかね。そんな中でも特にカラデシュへの再訪セットとなりそうと私が考えるのが、2025年19発売予定セットテニスです。ウィザーズ社員のマーク・ローズウォーターさんはテニスについて、 MTG に登場済みの3つの次元が舞台となるセットである、そのうち2つは過去にスタン向けセットの舞台となったが、それ以降一度も再訪されていない次元であるとイベントで発言されていたことがありました。カラデシュは今挙げた条件をバッチリ満たしている次元です。さらにテニスは自走する車でのデスレースをモチーフとしたセットであると明かされていますが、我々が想像する現実での自動車のような乗り物が存在する次元は MTG 全体でもカラデシュ、神川、カペナくらいで、このこともテニスでカラデシュに再訪するのではと期待させてくれますよね。そんなわけで霊気紛争というカードのモダホラ3での登場はカラデシュへの再訪への伏線であるというのが私の中での最有力な説なのですが、もう一つ私の中では考えていることがあり、それが霊気紛争にて敵プレインズウォーカーとして登場し、現在は消息不明となっているプレインズウォーカードビン・バーンの再登場についてです。
ロビン・バーンは冷気紛争にて主人公たちの敵対者として登場しつつも戦いに敗れて逃走。その後また別のセット逃走対戦においても主人公たちの敵対者として再登場しましたが、またしても主人公たちに敗れ両目を潰されながらも逃走し行方をくらませました。とまあここまでが逃走対戦で描かれたドビンのストーリーなのですが、実は逃走対戦の後日談である小説作品フォーセイクンにてドビンのその後のことが描かれており、逃走対戦で主人公たちに敗れラブニカ次元に潜伏していたところを暗殺されたといわゆる慣れ死をさせられています。しかしこの小説フォーセイクンは内容が極めて不評、さらにポリコレ的に非常にまずい描写があったことで大炎上してしまい、ウィザーズはこの小説を小説で描かれたストーリーごとなかったことにしているらしく、この小説の中で描かれたチャンドラとニッサの恋人関係解消、ジェイスとブラスカの恋人関係解消などの出来事がその後の MTG のストーリーでも完全になかったものとして扱われているのです。つまりドビンが慣れ死したこともなかったことにされている可能性がありますので、もしかしたらドビンがこの先のカードセットで再登場することもあるかもしれません。とまあ以上がモダンホライゾン3に冷気紛争というカードが収録されたことについてのあれこれでした。もしかしたらとんでも論だと思われるかもしれませんが、個人的には非常に期待しております。